TFXTFX の Mockup TFX はトルコ航空宇宙産業が開発している第5世代ジェット戦闘機である。単価は約1億ドルを予定している。4年間を予定している技術開発及び予備設計段階には約13億ドルの費用がかかり、それに続く8年間の予定されたクリティカルデザインレビューと試作生産と認定段階は およそ73億ドル。この合計で7機の飛行試験機の製造と試験、評価、認定22年間で86億ドルの費用がかかる見込み。量産にはさらに140億ドルが割り当てられ、プロジェクトの総予算は200億ドルとなるという。技術製造開発フェーズでは3200人の従業員の雇用、間接雇用の拠出は約11200人と推定されている。 トルコは2010年9月の時点で韓国の KFX 計画への参加に興味を示していた。しかし、同年12月15日、トルコの調達担当の上級職員は、戦闘機の開発において我々は真に対等な協力関係を必要としている。問題は韓国が対等な関係には合意しそうにないことだと述べ、事実上 KFX 計画への参加を撤回した。 また同時に、ユーロファイターコンソーシアムが申し出ていた、ユーロファイター台風60機のトルコへの販売及び共同開発についても、ユーロファイターはトルコの議題から外れていると述べ同様に拒否した。2011年6月15日、トルコの防衛産業実行委員会は、次世代戦闘機を開発、設計、製造することを決定し、フィジビリティスタディを開始した。 タイによる2年間の概念設計には2000万 US ドルが割り当てられた。タイとツサスエンジン産業は、Z 戦闘機のエントリーと開発プロセスにおいてリードする。テイは2015年までに完成するエンジンの生産にもっと焦点を当てる。タイは機体やその他のパーツを担当する。研究では採用されるであろう機械及び電子システムを含めた場合の開発コストや、 軍用航空の機会と課題をより広い視点で明らかとする。2013年9月29日、概念設計作業が完了した。2015年3月13日、トルコ防衛産業庁は予備設計作業を開始するために TFX 開発計画に関する最終版情報提供依頼を発出した。これに対し、ベイシステムズ、ソブ、信用引き工業集団、 エアバスドイツ、アレーニアエルマッキとシエラネバダ社が回答した。今後、2015年の第3四半期に提案依頼書を発出する見通しである。2015年12月3日、設計支援のための協力企業として、ベイシステムズが選ばれたことが発表された。2016年3月3日、ディフェンスニュースは計画が遅れていると報道した。当局者は、 調達決定を監督する防衛産業執行委員会からの許可なしに、米との協議が進んでいることを認め、これは管理上問題があるかもしれないとした。また調達関係者は、この計画が進展していないもう一つの理由として、軍と調達関係者の間で、外国パートナーが技術移転、輸出許可、価格に関するトルコの基準を最も満たしているとの意見の相違であると述べ、この プログラムの民間人経営とエンドユーザーの間で最良の選択肢に対する理解はまだ現れていないと語った。計画に精通した軍関係者は意見の相違が大きく、このプログラムは我々が望むべきものとして進展していないと述べた。2016年8月5日、初期設計フェーズ1ステージ1の契約が与えと締結された。2016年8月17日、 同年に発生したトルコのクーデター未遂事件の余波により、トルコ航空宇宙産業とベーシステムズとの間の正式な協力についての詳細な契約締結が遅れ、計画も延滞していることがブルームバーグにより、報じられた2017年1月28日、ベーシステムズはトルコ航空宇宙産業と TFX プログラムの将来契約に関する合意に署名した。 これにより、ベイシステムズは最初の開発段階で協力し、必要なスキル、技術、技術的専門知識の協力を支援することになる。ただしこれは基本同意であり、正式契約まで拘束力を持たない。A 首相報道官が記者団に語ったところによると、共同開発の初期の規模は1億ポンド相当だが、戦闘機の寿命である約20年間に、 数十億ポンド相当の追加契約が締結される可能性があるという。新暁新聞の報道によれば、トルコは統合打撃戦闘機計画にも参加しているため、アメリカは海マイナス35調達の停止を材料とする圧力をかけているとされる。トルコの大統領がスウェーデンに公式訪問中の2013年3月13日、タイは スウェーデンの祖父との協定に署名した。条件は以下の通りである。TFX は運用中の F-16 を代替し、回 -35 の空対空性能における弱点を補完する機体となる。タイの副社長は、アビエーションウィークのインタビューに対し、複座と無人のオプションを検討しており、複座の場合、パイロットとは別にもう一人のパイロットが、 ミッションの司令官として無人機を操作することを示唆している TFX には3つの設計案が考えられ、そのすべてがウェポン米、ステルス製、スーパークルーズ能力などを世界戦闘機に関連した機能を備えているとされていた。設計案は以下の3つが検討された。単発案は最大離陸重量が5万から6万ポンド、総発案は 最大で陸重量が6万から7万ポンドになるとされた。2015年1月8日検討の結果、総発案の採用が決定された。胴体には複合材料が用いられる予定で、タイがカイマイナス35の機体製作を依頼した高度な複合材製造施設が開発を行う。機体用の新しい炭素繊維強化熱化素性。 樹脂プリプレグの研究開発も進行中であり、2014年7月1日に、タイオ州受け負い業者、MRARGE を、副受け負い業者として、契約を結んでいる。レーダーは、アセルさんが開発している GAN を使用した、アクティブフェーズドアレイレーダーを採用する予定である。また、UAV とのデータリンクも付加される。単発案では、タイは当初、 ス三3 5との共通性のための F135 エンジンを獲得することを望んだが、百135はアメリカが輸出を認めない可能性があるためナス1 6 e 海に採用された海 110G-132 を検討。総発案では EJ200 をそれぞれ検討していた。総発案は単発案と比べ価格や作業の面で60%増しとされた。 その後、総発案が採択され、2014年初めに、トルコは TFX のユーロジェットターボ、フラットホイットに、ゼネラルエレクトリックの3社に、エンジン供給を求めた。エンジンはまだ決定されていないが、アセルさんは2015年1月20日にユーロジェットとの、間で協力を促進するための覚書を締結、EJ200 エンジンプログラムの枠組みの中で、制御システム、 保守監視システムのソフトウェアを開発するために協力する。トルコ空軍では、海マイナス16の後継として100から150機の TFX を調達する予定で、実用化は2023年を目標とし2030年からの運用を予定している。また、2016年8月に、パキスタンの防衛生産大臣は、国営テレビネットワークの PTV によるインタビューの中で、 トルコから開発に招待されていることを明らかとした。ありがとうございます。